中山七里の風景下ロシ金山町中切れジ内より、中山七里は岐阜県にある日田川中流の渓谷。また、それを題材とした文芸作品。岐阜県下呂市を流れる木曽川支流の日田川の中流に、沿って、下呂市三原の帯雲橋から同市金山町金山の堺橋にかけて続く全長約2 8トルの渓谷。 急旬な産地を日川川が侵食してできた渓谷で、祈願や海石が数多くあり、また、春は桜や、岩つつじ、夏は蛍、秋は紅葉と、四季折々の風景に富む観光名所となっており、両部岩、羅漢岩、甲子が池、木場岩などが有名である。付近の下原ダムはこの渓谷の景観を守るため、常時放水を行っている。 日だ木曽川国定公園の一部に指定されているほか、日だ、美濃公用33線にも選定されている。この付近には国道41号と JR 高山本線が日だ川に沿って走るため、車窓からでも存分に景色を楽しむことができる。日だ金山駅、夜景市駅、下路駅下車。名称の中山七里は豊臣秀吉の武将で、 日が一国の国主となった金森長近が五つもの峠を越える旧道がいかにも不便なことから天正十四年に秀吉の許しを得て日高街道の改良に着手現在の下路から金山にかけて続く険しい山中の日高川沿いの南所を約七里にわたって開いたことに由来する。擬曲、長谷川神の時代物の擬曲1929年10月 舞台戯曲10月号に発表された。絵に描いたような江戸っ子の牙の正吉は、恋中のお三年に分かれると、あてもない旅ガラスとなって、諸国を放浪する。それから3年。ある日ひょんなことから助けた娘お腹は、元恋人の生き写しだった。お腹のために命を懸ける正吉を恋と喧嘩と旅で、綴った、小旅物の傑作。幾度も舞台か、映画か。 テレビドラマ化された。新歌舞伎1929年10月、新橋演舞場所演。正吉は六代目、小野菊五郎が務めた。新歌舞伎にしては、珍しい人気作となり、再演回数も多い。1946年11月、大阪新歌舞伎座の東西合同大歌舞伎で、上演された、中山七里では、二代目、市川むしろぐらが娘を花で、 初舞台を踏んでいるが、これが、あとの市川雷蔵である。映画3作品がある。テレビドラマ1972年10月に始まった、ネット、長谷川新シリーズの第4話。制作、ネット、東映、監督、原田隆史、脚本、加藤康史、正吉、竹脇夢が、歌謡曲、ありがとうございます。